小学4年生の社会を勉強します。中学受験で成功できるように一緒に頑張りましょう。小学校4年生の社会をこれからやります。はい、社会、私は小学校4年生のことをやってるので、はい、簡単ですよね。多分いけますよ。いけるよ、いけますよ。ということで、中学受験をね、うん、するね、子たちぐらいのレベルまでの社会にできるようになればいいかなと思ってて、まず小学校4年生最初の、まあ、最初っていうかやらなきゃいけないことは地図を書く。地図、はい、書いたことありますか？ない。で、今日地図を書いてもらいたいと思って、はい、自分が住んでたことのある前、昔の過去のやつで、そっから駅までの地図を書いてください。自分なりに表現で。昔住んでいた自分の家から近くの駅までの地図を書いてみましょう。どうやって書けばいいんだろう。はい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 、地図ね。いや、これはできるでしょう。地図を書いたことがないという2人、果たしてどんな地図が出来上がるかな。はい、はい、できた。はい、見せて。はい、駅あります。駅あります。ここに家があります。家あります。はい、どういう風にしました。家どういう風に、家はどういうマークをしました。赤でピピピピピピって何ですか。僕はこう四角で完全に漢字で自宅って書いてます。そうです。そ、中華って何ですか。これ中華屋さんの横だったんですよ。え、そうそうそう、ちょっと聞きたいんですけど、はい、大鳥神社の土台の、はい、これでしょ。うん、なんか郵便局ですか。あ、そうそう、これ間違えちゃったんですよ。これだから赤で、秋で書けなくて、ちょっとか、あの、干すって感じになっちゃって。あれ何ですか、干してるんですか。干しちゃダメです。あの、郵便局のマークです、これ。で、隣にまた鳥居がありますよね。そう、大鳥神社。ダブル鳥居ですか。いやいや、これですよっていうことです。ちょっと道路出てきちゃったんですけど。道路ですよね、そこ。そう、だからこれ入れてもらって。で、モスバーガースーパーですか。はい、モスバーガーって。真ん中の海みたいの何ですか。ここ川です、川。目黒川ですよ。ですね。で、目黒駅の前に丸いのありますよね。うん、何ですか、その丸いの。あ、これロータリーですよ。ロータリー結構でかいですよね。でかいですね。ロータリーより大鳥神社の方が小さい。え？あ、いやいや。いやいや、大鳥神社の方がもうもちろん大きいですけど。おかしくないですか。あ、その大きさも。どうですか。のりなちゃんのは何ですか。何、え、見たい。しごみたいな。すげえ。質問していいですか。渋谷駅から。あ、それ駅なんですか。ここ駅です。まず聞きたいのは道のどん詰まりが渋谷なのかっていうことです。道のどん詰まり、だって道が終わってるじゃん。つながってないよね。あ、その地図だと。そういうことか。ここ。いや、そういうことかじゃなくて。そうですね。あの、丸にバッターンって書いてる。はい、警察署。あ、警察署、それマークを覚えてた。なんか、なんとなくこんな感じかなって。地図記号っていうことか聞いたことあります。あります。はあ、いろんなあるんですよ。工場とか病院とか保健所。うん。工場？保健所なんてどんなマークだと思います。保健所。うん。保健所。何言ってんですか。保険の保。保ね。カタカナの保。みんなは地図記号わかるかな。一緒に見ていきましょう。
号はいろいろあるから、気になった人は自分で調べてみてね。地図一番大事なことがあって、はい、方角が分かんないと、あ、こういうやつ、東西南北が分かんないじゃないですか。確かに。その記号どこに入ってるんですか。いつもどこでもいいんですけど、うん、東西南北書いてください。はい、いや分かんないな。私それ分かるな。待ってよ、こっちが北だから。駅から見ちゃダメですもんね。これ何から見てんですかこれ。これなんだこれ。地図を書くには方位、距離と縮尺、そして地図記号、この3つが必要です。でも今全部総合して考えて、うん、結構ダメだったでしょ。全然ダメだった。地図じゃない。うん、あ、そうなんだ。それちょっと考えてこの次までに書いてきてほしいです。ガチで見ていいですから、ちゃんと自分で書いてみてください。みんな自分で自分の家から駅までの地図を作ったらいいと思います。宿題です。みんなも自分の家から近くの駅までの地図を書いてみましょう。マリナちゃんと上ちゃんが宿題で書いた地図はこちら。みんなはちゃんと書けましたか？日本地図。うん。あなたたちが住んでいるのは東京都。はい。日本のどこにあるかわかりますか？どこ？日本地図があったらどこっていうのは言えますか？